ないってこと？あとがまチャンネルみたいな。だってさ、あとがまチャンネルだったら今日告知されへんか、まださすがに。復活してくれることを願いましょう。なんか、ま、早いよな、なんかあっけなくない、うん、なんかバラエティ系欲しいよな、そのやんな、バラエティ系欲しいよな、そのリニューアルする、ほんま？ある？ほんと？あるんや。リアルミッチ会いたすぎて券追加しました。あ、リニューアルだって。ありがとう。イエーイ。あ、あるんやん。イエーイ。カメポスターさんと WUS さんが新しいんですよ。そうなんや。知ってる？うん、テレビで前見た。あ、そうなん、ふわっていうの知らんかと思った。いや、結構なんか、そうなんや。へえ。何番組になるんや。また同じような感じかな。なんで変わる？大人の事情って感じ。なんかなってるよ、めっちゃ。誰？ふわやろ。ふっこなってる。何食べよう？何食べるか決めながら配信してる。え、いいな。いいな。いいな。え、でもちょっとさすがにラーメンも。ラーメンも。ちょっと行き過ぎたよな。ふわコールめっちゃ聞こえてました。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。大人の事情、やっぱそうなんや。番組の名前か、え、そうなんや、何になるんやろ。やることに取られたら終わりやん。確かに、あっちメインになるってこと。夕方だけ。そろそろ見えたんだよって。みゆも会いたい。ビビンバ、ビビンバって言われてる。ビビンバってこの辺あるんですか？ビビンバ単体。パスタとか食べたい。冷たいのが食べたい。パスタ、何や、何や、エビ菓子、どういうこと？ビビってか、クッてか、縮まる。ゴエモンパスタ、私もゴエモンパスタ食べたことあるんですよ。今まで、ね、なんていうか、ココノハとか食べたことあるんですけど、2倍行きたい。ゴエモンパスタこの間食べてめっちゃ美味しかった。どんなんな、何それ。え、マジで美味しかった。ゴエモンパスタ、どこにパスタ屋さん、え、ナンバーのさ、ナンバーにもあるやろ、ゴエモンパスタ駅中なかったっけ、あの、あ、え、あの階段とか上がるところの、あ、うん、多分、え、あ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 そこなかったっけ。いや、なんかパスタ屋さんはある。なんかその最近の下のさ、うんうんうん、あの店がいっぱい並んでる。やんな、階地下ありますよね。箸で食べる、そう、お箸で食べた。箸で食べるの珍しいですよね。美味しかった。そんなこと言ったらお腹すくじゃないですか。みえ、パスタ大好きやね。バターみちゃん入ってる。今日白玉食べたかった。白玉って何？白玉ピザはちょっと重いかな。お方も言ってるよ、ナングラの、ナングラへの不満を。ナングラの不満言う今から。不満なんてないでしょ。みかなさん、ミカルさんパスタ嫌いやったよな。好きやったっけ。あかん、やばい、そういうの忘れちゃうんですよね。めっちゃ前言ってるやん。面白い。わかる、わかる。みゆちゃん大好き、ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。みゆの今回良かったと思うんですけどね。もうここまで来たら一生選ばれへん気がする。それな、うん、一人でパスタ、え、マジでパスタバリうまいか、みゆ作るの。え、ふわマジうまいで、パスタは本気で。パスタもマジ上手。マジで何味でも作れるし。え、いったな。じゃあだってかけるだけ。あの、いや、それはダメですよ。はい。
むずいの言おうとしたのに。あ、お話しかいらん、よろしくお願い、ありがとうございます。ほんまですか、タイムボム入れました、やったー、ありがとうございます。8月の初恋は、え、これも入れてください、マジで今入らんと思う、一緒で、うん、歌えんな、本当に歌えないです、このこれ歌う期間本当ないです。初恋はだったらできないまま、あれみんなが好きな曲を選ぶのが一番なんですけど、みっちゃんが出るってなったら、そのタイムボムとか、チャラララ切なくて甘く、スープパスタ美味しいですよね、スープパスタ大好きです。青い匂い、めっちゃ覚えてる、痛い、青い匂い、何やったっけ、皮ごと、皮ごと、川ごと、これのもいっちゃうのさ、かしったいな、 I love you summertime、 何やったっけ、何やったっけ、最後英語の誰もいらない、誰もいらない、違う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 、ザ・レモン・イン・ザ・サマー、イン・ザ・サマーや、ザ・レモン・イン・ザ・サマー、絶対ちゃうって、ザ・レモン・イン・サマー、うん、そんな感じ、え、ザ・レモン・イン・サマーとザ・レモン・イン・マイ・ハート、え、そうそう、そっちもある、ザ・レモン・イン・マイ・ハート、ほんま、うん、2番はそっち、え、その I love you とかないって、I love you なかなかおもろいで、それぐらい歌ってないってことですよね。あ、まあ、そうっす、だからね、歌おうって思い出させてください。私たちの初めての PV やんな、ミュージックビデオ大事だね。ハースさん、ハースさんもいないけど、ハーちゃん、レナさんも、レナさん帰ってくるから、帰ってきてくれるから、みんな投票して、オリメンさん、わらって何ですか、草生やさないでください、なんかバカにされた気分、理不尽すぎて草、理不尽なこのボール、何やってんのケイトさんも頼んでたらしい、ん、頼んでて、かわいい、ケイトさん、嘘やん、嬉しい、ピノちゃん草生えたらめっちゃ怒るけど、さっきめっちゃ草生やしてた、ミエ、うん、が言うことで草草草って言ってた、そんな言ってない、言った、なんかボサボサや今日、まあ公演終わりだし、そうです、しょうがない、しゃあない、しゃあない、夢中ライブの曲も票入れたかった、やっとしたら何やろ、夢中ライブの曲、結構やりまくってますけどね、これ挑発やっぱ入りそうやな、あ、俺も入ってほしいな、のでもタイムボムが、タイムボムもいい、タイムボムはマジで、タイムボム絶対違う、タイムボム1位やったらフルでできるんだ、1位がフルやっけ、お疲れ様でした、お疲れ様です、お疲れ様でした、お疲れ様です、ダンシングハイ、ダンシングハイ、ダンシングハイめっちゃ盛り上がるよな、ダンシングハイ、確かに、花束が届いておりますね、ちょっとあんま見せれないんですけどね、なんで、いや、ここのあれとかが映りそうだから、わ、ありがとうございます、入れてくれてるね、タイムボムみんな、ありがとうございます、みんなあれも忘れちゃダメですよ、ほんまにふわ いなかったからね、ちゃんとオリフル面でねさせてください、みんなあの時コロナでさ、もっちゃんとかジオンも出てきてないし、ふわなんか当日に最悪ですよね、だからやりたかったけどできなかったから、ちょっとおったのに、うん、真面目に参加しとったのに、なんでできるようにしてほしいよ、スワンボート私歌わないですからね、これ歌えないですよ、だって CMB2 の曲なのに、こんなにさっき言ったら
やけぼっくり知ってるよ。表にしたことないからさ、どんなんかわからへんねんけど。昔の中に火がついた。まあ、モテとって面白い。やったことあんまやったことなんかやってるのは見たけど、うん、やろうと思うかな。わかる。なんか人生ゲームとかもさ やったことない。え、人生ゲームは楽しい、うんうん、なんか途中でいつもやめた。スマホがない時代めっちゃ楽しかった。ガチのやつやんな。あのうん、あのめっちゃでかいやつを友達が持っとって、マジこんぐらいのやつ持っとってん友達が。でそれでお泊まりした時とかにやって楽しかった。今お話し会受付中です。ほんとだ、お話ししてください。お話し会待ってまーす。握手会もオンラインとかを打ったらこの手握手しましょう。いいらしいので指紋、手汗を交流させましょう。手汗を言わないとって言われました。今日なので皆さん一挙に認知されますか？もちろんですよ。結構するよね、認知。ハンドクリームどんなのかけて。え、ハンドクリームなんでもいいですよ。匂っていいですか？え、ウィルビーのリな曲入ってほしい。今でも君が一番だ。ダダダダンダダダダン。これできる。ミヤが一番うまい。それしか褒められない。1時間ぐらいある公演でそれしか褒められんかった。めっちゃみたい。やめてよ。え、ミルビーの曲で何が一番好き？ラブ修行と、え、全部とか言っちゃダメか。2個選んで。ユニット抜きで、うん、ユニット抜きの全体曲だった。何があったっけ、待って。ラブ、セブン、うん、恋な、お、ありがとう、恋なんかのサンキュー、ユニット飛ばして、あ、チューズ、制服、チューズ制服、絶滅、待ってました。メドレーかな、待ってました、待ってましたじゃない、メドレーがなんだっけ、らしくない、らしくない、僕負け、待ってました、高ね、夢色、でもほは頭の曲が好きかな、ラブ修行と、あと、わかる、セブンティーンめっちゃ好き、わかる。でも3つってなったら、3つを選べるとしたら、嘘やん、そんな悩み、え、悩むよ。でもカタルシスとか今聞いたらめっちゃいい歌って思う、うん、分かる、こんないい歌めっちゃ分かる。超しんどかったもん、うん、あ、でもチューズミーめっちゃ好きだわ。ミーはセブンティーンとラブ、やっぱりフーアが一番だ、やっぱり。今日着てる人おったよ、フーア。まだこれ着てる人おる。やめてよ、大事な。だからやっぱりフワが一番だって言った。おもろ、うん、マジでやろうな、リバイバル。夢逃げ公演、ね、夢逃げ公演とか懐かしいよな、うん、めっちゃ懐かしい。あとトドトド公演とかも懐かしい。懐かしいって何なの、うん、トドトド公演、だってさ、フワが入る前、学校帰省さんやの、あ、だけさ、今ミルビー今ってやったらパフォーマンスレベル上がりすぎて別物になりそう。いや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 、逆ですよ。衰え、マジで体力なくなってますから。あの公演本気で一番しんどかったな、うん、どの公演やってもあれが一番しんどかったかも。見たかね、本当にしんどかった。本当にあれさ、前見れん、目チカチカしょってみたいな、めっちゃ頭痛かって、足もさ、あの靴でさ、ピョン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 やっとってさ、
女子なかなか踊りにくかった、うん、今見ゆのバナナやったらセリフめちゃくちゃ多いそう当時思んないみたいなやめてくださいいやもっと余裕ができてってことでしょ。キャッ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 ダルビッシュ来た。おダルビッシュ選手ですか、投げてるんですか。隣のバナナは各規制でそれぞれの研究成功をやってほしいわって。めっちゃいいね。でも人数確かにあの2期生3期生4期生とかはあのみんな、なんか5期生さんもちょっとあれじゃない、かりんさんとかも結構少なくない？少ないか、うん、そこでってそこでウィルドルで、ウィルドル、ウィルビー、ウィルビーアイドル公演をどうやって略すのが好き？ウィルビーじゃないん？ウィルビーか、ゆっくんはウィルだけどえゆっくん、ウィル、何でも、あの何でも、もうゆっくん、ゆっくん本当におもろいっけな。だって自分のこと言うやもん、うん、言うもあと何だったっけ曲とかもう全部こう短縮系の短縮、短縮のまた短縮みたいな、おもろ。ドゥイドゥイはえドゥイドゥイ、あのごめんね君を好きになっちゃったドゥイはみたいな、ドゥイそっちで夜るんや落とし、だから落とし穴、落とし、やばいやん。そうなんすか。なんなん、でもない。そんなんで言われても。はい、それではそろそろちょっと遅いのでランキング読みます。13位、ジョーさん、ありがとうございます。12位が冬風さん、あ、スネオさんのあれですね、ありがとうございます。11位がリアちゃん、ありがとうございます。10位がエイジさん、ありがとうございます。9位が野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。8位がエダッチ、ありがとうございます。7位がコーナーさん、ありがとうございます。6位が大地、大地ありがとうございます。5位がメトロポリスさん、ありがとうございます。4位がムクイさん、ありがとうございます。3位がカズさん、ありがとうございます。2位が、あ、ヤマさん、ありがとう、今日ありがとうございました。そしてバイバイ。1位が、あ、マサユキさん、ありがとうございます。今日見えてましたよ、めっちゃありがとう。みんな公園でフワコールたくさんありがとうございました。めっちゃ嬉しかったです、本当に。もうなんかしんどくてもフワコールとコールがあるだけで全然違うから本当に嬉しい、ありがとうございます。力になってます、いつもありがとうございます。オンラインお話し会お願いします。今日はないかも。それでは寂しい、ポキタマジャインゴ、それではまた会おう。俺の右腕がうずく前にさらばだ、アデュー。